皆さんこんにちは、今日はちょっと外からねこういう景色で、やらせていただきます。サンキュースポーツコラム、今日はですね、この時期になりましたら、あちこちから優勝どこだどこだというふうによく聞かれてね、今1位のいる阪神はソフトバンクはねこのまま行くんでしょうけどね、しかし意外、そういうことで、よほどのことがない限りはなんか A クラス B クラスこのままの状態のような、セリーグの方が一花あるかもしれませんがね、ただしかしまだ分かりません。そこで、今日はですね、私がちょっと取り上げたのはあまり目立ちませんけどね、これ最下位の中日と、日本ハムですね。で、日本ハムも最下位、それから中日も最下位と。で、これね、ここで、ちょっと比較するのに面白いのは、1位のチームと6位のチームの記録上の、違いというかね、そこをよく見てみるとね、大きな差がないんですよ。ただ大きな差があるところもある。それが何かと言ったら、やっぱり得点能力が、いずれも低いと。日本ハムは、エラーも多いというようなこともありますけども、しかし、それは、突出してね、かつての阪神みたいに、よそのチームの倍以上あるとかいうのはないんですよ。で、防御率もいい日本ハムはね、それから全体の、そんなに悪い数字ではないんですけどね。ただ問題はね、打率もそんなに悪くない。それからピッチャーも防御率はそんなに悪くない。1位とオリックスと比べてもね、そんなに大きな遜色はないのに、何がいけないかといったら、これやはり数字が明らかに差があるのは、得点ですね。で、これは中日もそれ言えるんですよ。非常に阪神は逆に中日よりもチーム打率が低かったり、数字が悪かったりする部分もあるんですけどね。で、中日はその防御率もそんなに悪くはないんですよ。ところがね、やっぱり得点能力が低い。そういうことを考えるとですね、チーム打率、もうそんなに悪くはないにもかかわらず、これ、その得点能力が低いというのは、これは何でしょうね。ここの差をどうやって縮めるかということを考えればですね、この時期、そろそろ来シーズンに向けてですね、チームの編成、チーム力をどう立て直すかというようなことを言えばですね、この今の時期のこの数字というのはね、割り方、来季に向けてはですね、参考になる数字ではないかなと。これからガラッと変わってね、10連勝、20連勝、それは別ですよ。そうでない、このままの状態が続いたとしたら、おそらく、順位はそんなに最下位は変わらないんじゃないかなと思います。そういうことを考えたらね、ぜひ、そこら辺の大きな差がないところをやはりね、もう少し、検討してね、編成の力、またその鍛え方だとかね、戦い方とかっていうのをこう各チーム考えてもいいんじゃないでしょうか。これは最下位のチームにちょっと注目をしなきゃいけないっていうところはね、やっぱりシーズン順位予想っていうのがあるわけですからね、すいません、セミの声がやかましくて、ちょっと今日は外からね、やらせていただきました。非常に暑いですけど、こんな感じでね、ぜひ、後半戦のプロ野球も楽しみにしていただきたいと思います。私らは最下位が予想したら最下位予想だけ当たるんじゃちょっとね、これは情けないところがあります。1位2位はなかなか当てるのは難しいなということですが、今のところオリックス阪神が、誰が見てもね、一部走ってるわけですから、そのまま行きそうな雰囲気もあります。しかしこれはもう下駄を履くまでわからないということです。それでは、今日のサンケイスポーツ、これも終わりたいと思います。